星野良越今日は2年3月10日は、江戸時代中期の蘭学者、医師。名はネイ、字は、国こ王こ、号は隆子。門弟に、中井厚さわら。木骨の霊秋国広島境町の町医師の家に、生まれる。家業を継ぎよく流行るが、おばの下顎の骨の関節脱臼が治せず、治療には、人体の構造を理解することが重要であると認識。 藩に小池死者を解剖し1792年、細工職人を指導し、約300日をかけて、日本で初めて霧の木で血管が通る罠まで復元した、成功な骨格模型を製作した。1793年、この木骨を持参して、江戸に出ると、杉田玄白や大月玄卓らから、その成功さを絶賛され、玄卓はこの骨格模型を、新幹儀と名付けた。 帰郷して、さらに一体を作り1800年幕府に献上、賞金30両を賜った。また、これを契機に広島と江戸との蘭学知識の交流が始まった。解体新書の図よりも、はるかに正確なこの骨格模型は、解剖学の全く発展していなかった、当時の医学の進歩を促し、実際的に臨床治療面に恩恵を与えた。49歳で死去。 実家近くの明朝寺に墓がある。木骨は、後藤家が所有の後、広島県立美術館に保管され、現在は、広島大学医学部医学資料館が所蔵している。2004年、国の重要文化財に指定された。ありがとうございます。